今回は相模湖でのエレキボート聴講です。投げているものはスモラバです。秋山川の方へ行くと水質が以前と一変して、そこが丸見えなほど綺麗です。はっ、見えます、発見。ぼちゃって音で逃げちゃいました。一応いつも通りセードパターンもやってみます。ありませんね。やっぱりクリアすぎて食べないんですかね。ってことで、ど真ん中のディープをやってみよう。適当にその辺に投げて、ルアーをそこまで落とします。時間は5時3分。日の入りの時間が少し早くなっちゃったので、もう少しでタイムリミットです。ですがこの時間帯はバスがスクールで秋山川を上がってくるいい時間帯でもあります。チャンスをものにするために頑張るぞ。竿を左手から右手に持ち替えて、気合を入れてアクションを入れれるようにします。エレキを前に踏んで少しずつ進みながら流していきます。まあ気分はスモラバくんのお散歩ですね。バスはエレキの音に警戒することもあるけれど、エレキの波についてくることもあるということを聞いたので、このトローリングの方法はそういう面でもいいということを信じてやっています。まあ私流に言わせていただきますと、お散歩聴講ですかね。前も見ながら竿も見ながらなので、画面がチラチラしちゃっててすいません。ではこんな感じでずっとやり続けますので、ヒットまでの瞬間を今しばらくお待ちください。
アクションをつけようとしてハッキングしたので変なバウンドしてました。ジャンプした。ありがとう。ありがとう。本日はこれにて終了で、ボート屋さんへ帰ります。そしてお片付けをしつつ聞き耳を立てていると、43センチ、なんですと。俺急に来て、あ、変なとこかかってた、ダーゴインかかってた、あたり全然取れなくって、1匹だけ、はい、楽しみにしてます。でもあんまり偶然かかってた系な感じです。でもすごいですね、40。さすがです。あ、そうなんです。あ、じゃあ共同作業ということで魚宅でその40アップのバス君を持って帰ってきたみたいなので、思い切って交渉してみます。 YouTube 載せていいですか？ノリノリで OK いただきました。え、映るかな、ちょっとちょっと光がね、あんまりないからあ、これとかこの辺とかに、はい、さすがの何センチですか？43センチ。仲いい。ありがとうございます。あ、さすがですね。
んですか？コボリーです。コボリーさん、はい、イエーイ。聞いてないですか？あ、何さんですか？すいません、こいつの差を借りて勝手に釣りました。釣られちゃいました。何で釣ったんですか？テキサスです。テキサスで、はい、たまたま本当に。ありがとうございます。あざます。ありがとうございました。はい、またね。いやー、今日は難しい日かなって思ってたんですけれども、やっぱり釣る人は釣るんですね。ってことで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。